好きな方多いですね。まず最初はこちら、どこかわかりますか？かわいい。新潟市役所前にあった新潟交通電車線の駅。昭和初期に新潟と燕を結ぶ路線として開業した新潟交通電車線は電鉄と呼ばれ、1999年に全線廃止されるまで60年以上にわたり沿線住民に親しまれました。98年生まれです。ちょうど私が生まれた時ぐらいに。新潟にもこうした路面電車があったんですね。いや楽しそうだな。こう道の真ん中かぼちゃ色の電車は新潟市南区の旧月形駅で保存されています。乗ってみたいですね。